教わっております宮崎です。今回は東京都町田市福山さんからいただいた質問です。ありがとうございます。家庭の冷蔵庫でのお肉の美味しい保存方法などがありましたら教えていただけますと幸いですということで、大事なのは温度変化によるダメージと負荷によるダメージを減らしてあげるっていうのがね大事です。先にやり方をちゃちゃっと説明して後半にチルド室の特徴だったりどういう時にお肉が劣化するのかっていうのをね説明したいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。それすごく見てましょう。はい、お肉、3つ用意しました。もう特別なことは何もないです。もう買ってきたまま冷蔵庫に入れるだけなんですけども、このまま入れるんじゃなくて、はい、こちら、ナイロン袋、ジップロック、紙。一番簡単なのはもう何かにこう入れてあげる、こういうふうに入れて冷蔵庫に入れるっていう感じです。もっといいのは紙に巻いてあげる。これ紙に巻いてあげることで冷蔵庫の温度って一定じゃなくて上がったり下がったり上がったり下がったりしてるんですよ。でこうやって紙に巻いてこう入れてやることでこう温度が上がったり下がったりしても中の温度を一定にするっていうことができるんですよ。でこの状態で冷蔵庫に入れるっていう、これも同じです。これも一緒です。もう買ったままのそのままの状態がいいです。こういうね、ジップロックに入れてもね、いいと思います。閉めたままでも温度変化があるんで、そのダメージをなくしてあげる。あと、負荷によるダメージなんですけど、まあ、これ、ちょっと出しますけど、これお肉ね、これ見てもらうと、これ盛り上がってますよね。横から見ると盛り上がってますよね。例えば、冷蔵庫入れるときに、こういう感じ、冷蔵庫に入れるのね、これね、ダメです。お肉に圧力がかかると、すごくね、ダメージを受けます。お肉っていうのは。これ、重なってんのも実はね、ちょっとダメージを受けてるんですよ。本当は平たくなった方がいいんですけど、もう買ったままでいいです。これなぜ平たくしないのかっていうのはね、後で説明します。とにかくね、上に重ねない。重ねない。これなんかね、比較的、上に盛り上がってないでしょ？これはね、重ねられます。こういう風に。重ねられるけど、へっこむので、これありです。これありです。でもこっち盛り上がってんのよ。これダメです。これダメです。で、こういう風に冷蔵庫に入れてやるのはありですね。こんな感じ。スペースがない場合は、ちょっと斜めにしてやって、冷蔵庫に入れてあげるっていうのがいいと思います。じゃあもう一回、紙に包んで、こういうレジ袋に入れて、冷蔵庫に入れます。はい。これチルド室なんですけど、チルド室があるならチルド室にこう入れて上に重ならないように入れます。さっきのやつも入れますね。こう入れるときにこう上に置きたくなるじゃないですか。これ置かない。できるだけ平たい状態で置いてあげるのがいいです。で、物がたくさんある場合には斜めにしてやって、これでね OK です。次はチルド室のね、説明をします。皆さんあまり知らないと思うんですけど、チルド室っていうのと、パーシャル室っていうのがあるんですよ。うちのやつはチルドです。で、チルドっていうのはね、0度です。で、パーシャル室っていうのがあるんですね。パーシャル室っていうのが、マイナス3度とか4度なんですよ。家庭で保存するのに、どっちが鮮度を保てるかって言ったら、パーシャル室なんですよ。家庭で保存するのに僕が一番いいなって思うのはマイナス3度です。うちのやつは温度設定ができないんですけども、温度設定ができる場合は低めにね、設定するとね、いいです。で、チルド室今0度って言ったじゃないですか。うちの冷蔵庫だけかもしれないんですけども、必ずしも0度じゃないっていうのをね、今からね、見ていただきます。ちなみにこれ、買ってから2年経ってません。かなりの最新型です。で、1時間ぐらいね、これ温度計入れてました。これ見てみます。はい。2.1 度です。全然チルド室じゃないってことです。みんな信用しますよね。僕もこれ今日初めて知ったんですけど、冷蔵庫を買い替えるときには、ぜひこういうところもね、チェックしてほしいなと思います。温度調整ができるようなものをね、ちょっと買ってほしいなって。思います。チルド室かパーシャル室だったら、僕はパーシャル室があるものをね、買ってほしいなと思います。
お肉保存するのにラップをした方がいいって思う人結構やると思うんですよ。これね、僕はね、あんまり推奨しないです。これ今から説明します。これなんでダメかって言ったら、さっき言ったように温度変化によるダメージが起こってしまうんですよ。これをやると。まあこれラップこうまあ広げて、ちょっと素手で触っちゃいますけど、例えばこう並べるじゃないですか。でもこれ置いてるでしょ。これ触ってこのまな板も決して冷たくないんですね。もうこうやって、あ、もうこれここの時点でもう温度が上がるんですよ、お肉。これダメージを受けてるんですね。で、これをしてなんかやってる間、冷蔵庫を入れてる間にこれダメージを受けるぐらいだったら、もうそのままね、入れた方がね、あの鮮度はね、保たれます。お肉によってね、こう重なる、まあ前の昔の動画でありますけど、重なった部分、これまあ黒くなってないですけども、見た目を良くしたい場合、良くしたい場合、ラップじゃなくていいです。こういうお皿用意してください。できればお皿も冷蔵庫に冷やした方がいいです。で、例えば明日お客さんが来る、見た目が綺麗な方がいいっていう場合は、お皿冷やして、こうやってトング使ったりとか、あとまあスライスのお肉だったら手袋をしてね、移してやるっていうのもね、いいと思います。ラップをしてこれでね、冷蔵庫に入れるのはありです。ただ冷凍保存の場合は、重なったままだと溶けにくいので、まあこう平たくこうラップした方が後から溶けやすいっていうメリットがあるんで、冷凍の場合はこういうことをする場合があります。これ最後なんですけど、保存方法と関係ないんですけどね、一番大事なことがあるんですよ。お肉を、まあ、スーパーでもお肉屋さんでも買ってきたものを最短で家の冷蔵庫に入れるっていうのがね、めちゃくちゃ大事です。温度変化によるダメージっていうのがものすごく大きいんですね。お肉を、まあ、スーパーで買ってから家の冷蔵庫に入るまで、氷がなかったら僕は15分までだと思ってます。氷がなかったらね。だから必ず、もう冬でも、こういう保冷バッグ、あった方がね、いいと思います。お肉だけじゃなくて、魚もね、すごく温度変化によるダメージっていうのが大きいので、もう、お肉を買ってから家の冷蔵庫まで入れるっていう、この間の温度を上げないっていうのがね、非常に重要になってきます。もう下手したらね、保存方法よりね、大事です。この紙に巻いて保存するっていうやり方はすごくね、効果があるので、次の日に食べるとか、次の日に食べるっていう場合はね、ぜひねやってみてください。今回の動画が皆さんの参考になったら幸いです。で、町田市のポケマラさんには何かお送りしたいと思います。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。